今日未明、神戸市西区の国道で工事の準備をしていた男性がトラックにはねられ死亡しました。今日午前2時ごろ、神戸市西区平野町の国道175号線で工事の準備をしていた市内に住む会社員忠重いつきさんが南に向かって走っていたトラックにはねられました。忠重さんは頭などを強く打ち病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察は市内に住むトラックを運転していた運送業の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し男は前方をしっかりと見ていなかったことで路上にいた人に気づかず衝突してしまったと容疑を認めているということです。警察によりますと、忠重さんは電気工事のための作業車が通行の妨げにならないようラバーコーンを置くなどの業務に当たっていたということです。警察は容疑を過失運転致死に切り替えて事故の原因を詳しく調べています。